ティコ、フェリックスにまたもゴールされバルサ相手に行く。ラリーが第29節、アトレティコ VS バルセロナにて。フェリックスはアトレティコに恨みでもあるんかなってくらい決めるな。アトレティからしたらたまったもんじゃないけど、フェリックスのメンタル大したもんだよしょ。アトレティコ、フェリックスにシーズンダブル食らってて好き。なお、前回ゴールを決めた時には所属元とは思えないパフを披露したが、さすがに今回はセレブレーションを控えた模様。フェリックスはなんで今回セレブレーションしなかったんやろな。さすがにアウェイはチキったか。フェリックス、パフォーマンスしなかったのアウェイだからじゃなくて、買い取られる可能性低いのを薄々気づいてるからだと思う。そんな奴に決められるアトレティコが情けなさすぎるが、バルセロナに残れないとわかるやいなやアトレティコに媚び売り始めるフェリックス君。そしてフェリックスは相変わらずアトレティコの選手たちからファールされまくる。じゃあフェリックス君アトレティにめちゃくちゃ嫌われてるのくさ。ファールで倒れて拍手されてるとか。フェリックス思いっきり削るサビッチおもろい。アトレティコの選手はとりあえずフェリックス削っとけば拍手もらえるのくさ。フェリックス大怪我したら困るのアトレティコでくさ。フェリックス二度とアトレティコ帰れないだろ。これでバルサが金なくて買い取れないとかありそうだからおもろい。アトレティコキラーだからアトレティコにいたら本領発揮できないのくさ。フェリックスの GA がひどいから高く売るためにわざわざ 1G をつけてあげるアトレティコ。優しすぎる。どれだけ介護してやればいいんだ。フェリックス結局エンブレムにキスしてたのくさ。